エクトール・アノトは、フランスの画家である、ニエーブル県のドシーズの裕福な家に生まれた。兄に、軍人のアドルフ・アノトがいる。1841年に、パリのエコールでボザールに入学し、ジャンジュグルのスタジオで学んだ。1849年に、若手画家の登竜門であったローマ賞に応募するが、落選した。1853年に、兄が駐留していた。 アルジェリアのメディアを訪れ、オリエンタリズムのスタイルの絵画を描き、1855年のパリ万国博覧会の展覧会に出展した。1858年には、友人のギュスターブ・クールベと共作で、水を浴びする二人のヌードを描いた。1860年に結婚するが、息子のマルセルを残し、翌年妻は亡くなった。故郷に近い。 セルシーイコールラトゥールに移り絵画学校を開いた。教えた学生には、ルイス・モランダット、ルイス・マリオン、グスタブ・コンヤ、ポール・マーチンや息子もマルセルがいた。ブラジルのイポリト・ボナベントラカロンやガルシア・イバスケスらの外国からの学生も教えた。1870年から1892年の間、セルシーイコールラトゥールの村長を務め、1872年に、 レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。